皆さんこんにちは、うずこいのゆきです。本日は先日私の息子が学校でニーズリーバーというスナックを作ってきてくれたので、そちらのシェアをしたいと思います。ニーズリーバーはオーストラリアでは比較的手軽に簡単に食べられているお菓子で、学校の休み時間、職場の休憩時間、ドライブするときにちょっとお腹が空いてしまったとき、飛行機の中などで簡単に栄養補給できるヘルシースナックとして大人気です。ニーズリーバーはオーツ麦とドライフルーツを混ぜ合わせて、そこに蜂蜜やココナッツオイルなどを加えてコーティングして、それをベイクして棒状に切ったスナック菓子のことをニーズリーバーと呼んでいます。今回は息子のレシピなのでバターを使ったんですけれども、ここの部分はココナッツオイルや植物性のオイルなどに変えていただいても大丈夫です。このオーツ麦には食物繊維やミネラル、鉄分なども豊富に入っていると言われているので、美容にいいと言われていて、女性にも大変人気です。今回はこちらのミューズリーバーを作ってみましたので、ぜひ皆さんとシェアしていきたいと思います。では行ってみましょう。
かでしたでしょうか。見てください、このミズリバーできました。できたので、子供たちのお母さんなども、ちょっとお裾分けして喜んでいただきました。もしよかったら皆さんも作ってみてください。このチャンネルではオーストラリアの生活や環境事情、ミツバチやハチミツのことなどを発信していくチャンネルです。もし今回の内容が面白かったよという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time.